ライモンディの記念名版、ピエトロ・ライモンディは古典派音楽からロマン派音楽への移行期に活動したイタリアの作曲家。当時においてはオペラや宗教音楽の作曲家として有名であったが、彼はまた大砲技術の革新者でもあり、巨大な音楽的同時性の創造でも知られる。ライモンディはローマに生まれ、初期の音楽教育をナポリで受けた。 彼は一時期ジェノバで過ごした後シチリアに移り、カタニアやメッシーノでオペラの公演を行ったが、1820年にはナポリに戻り、その地でオペラ作曲家としての活動を始めた。彼はこの間オペラ作曲家として最も知られていたが、大宝に悩み、空いた時間にはフーガを作曲して過ごしていた。この時作られたものには、他性のためのフーガや、 異なった楽器を持つ複数のグループによる調や形式の異なる風画を同時に行うものなどがある。彼はこの作品を実験的なものとみなしており、活動初期においては、その実験を自身のオペラ作品に組み込むことはなかった。ライモンディのオペラ作品で成功を収めたものはわずかであり、自分がロッシーニやベッリーにドニゼッティラにしのがれたことを理解すると、 彼は作曲の方向性をオペラから宗教音楽へ変えた。この分野で彼は愛好する大砲を気ままに用いる機会をより多く得ることができた。彼は1836年に大砲の論文を発表しており、ほぼ同時期に多声合唱とオーケストラのための実験作品を作曲した。この年以降、彼はこうした創作に多くの勢力を傾けるようになった。 しかしながら彼は、かつてのオペラ作曲家としての活動も忘れてはおらず、オペラのステージでの成功を目指すくあがてを預かながらも、言っていた。彼の、音楽的同時性における、実験作の中で最も目覚ましいものの一つが、三部オラトリオ、プータファール・ジュゼッペ・ジョバコビーである。この作品は三つの独立したオラトリオが組み合わさった、ものであり、それぞれのオラトリオはまず平行に、 そして同時に披露されるために作られている。これは20世紀のチャールズ・アイブズの音楽以前における数少ない実例の一つである。しかしながらアイブズの音楽と違い、ライモンディの音楽語法は保守的で時代作語とすら言えるものであり、18世紀の成長しか用いていなかった。オラトリオの各部分は互いに強く適合するように作られ、すべてが 法のの基準に従っったものとなっている。サン部オラトリオは1852年にローマで6時間に及ぶコンサートによって初演され、430人の演者を必要とした同時代の記述によると、ライモンディは3つのオラトリオの複合による巨大な音に圧倒されて最後にはそっしてしまうほどで、コンサートは彼が長い間望んでいた大評判を呼んだという。 この成功の結果として彼はローマ教皇に栄誉を与えられサンピエトロ大聖堂の学長の地位を得た。これほどの成功は彼がオペラ分野では達成できなかったものであった。ライモンディはサンブオラトリオに続いて2部オペラを作曲した。これは一つが真面目なもので一つがコミカルなものという構成になっておりサンブオラトリオが連続的。 同時的の双方で上演されるように構成されているのと似たものとなっている。この作品、アデラナ、アイクアトロ・ルース・タイチは、1853年に彼が死去した時点で未完のまま残されたが、オーケストレーションや対法の大部分、そして多くの場面変化がすでに完成していた。想像するに、それぞれのオペラは、他方の注釈の役割を果たしていると思われる。 この二部オペラは完成することも上演されることもなく、ライモンディの後期の音楽同様、誰にも追随されることのなかった19世紀中頃の実験的傾向の一例となっていた。自身の現実的音楽語法において、ライモンディは保守的であり、彼の同時性は伝統的な対法の規則に従うこと、あるいは限定された調の領域に止まることで機能するものである。 ありがとうございます。